ところで、裁判官。私たちが会うかどうかはわかりませんが、もし会うことになったら、私も一つ聞いてみたいです。 皆さん、こんにちは。CGTV です。私は韓国人であり、日本人と世界の人々に日韓関係について、皆さんに真実を知らせています。今日の映像タイトル、裁判官、私の話を聞いてください。今日はこれについて話したいと思います。韓国を愛する愛国青年の文が、再び韓国のコミュニティサイトで注目されています。 そして私はその文について私の考えを話したいと思います。映像を作る理由は最後に説明します。それでは一緒に内容を見てみましょう。こんにちは。私は大韓民国を愛する二十代の青年です。最初から嘘ついてるね。大韓民国を愛するなんて。 本人が直接書いたチャンネル紹介を覚えていないようですね。日本を愛する心だけでチャンネルをアップロードします。ご本人が過去に書いたコミュニティの書き込みも覚えていませんか私の人生で一番幸せなことは日本旅行です。え韓国と日本、両国とも好きなんじゃないですかって 過去に本人が書いたコメントを見ましょうか私は韓国人です。韓国は全部崩壊していて、共産国家になっています。特に、1割の鮮度が深刻です。過去に本人がアップした映像韓国人と中国人は、安くに参拝について、むやみを言ってはいけない。 一体過去には、どんな気持ちでチャンネルをうねいし、どうして今は、堂々と韓国を愛してると言うのだろうか。まあ、ええ、いいですよ。これからは、韓国が好きになった、と信じます。まさか今でも、嘘ではないでしょう。では、続けて読んでみます。このサイト、ベスト1位に行ったんですが、覚えていらっしゃるか かりません現在、韓国と日本の両方の警察庁に刑事告訴は終えており、弁護士相談まで終えました。わあ、おめでとうございます。敗国青年さん、いよいよ刑事告訴が終わったんですね。ご苦労様でした。それに、韓国と日本、両国の警察庁に刑事告訴をするなんて。 韓国と日本、移動も、お苦労様でした。まず、大体3ヶ月以内には、非国葬人は、警察から連絡が来ますね。ところで、愛国青年さんに一つだけ聞いてみたいです。誰を国訴したんですかあ、本当に気になって聞いてみます。なぜなら、私もまだ、警察から連絡を受けていないからです。理由は、 愛国青年さんだけがわかる気がして聞いているのです。一年前に覚えていませんか私も告訴すると言ったんですが、また連絡が来ないんです。毎日緊張しながら待っています。待っていると、私もいつか連絡が来ますよね。でも、四年前にも愛国青年さんが告訴すると言った方がいらっしゃいましたが、 覚えていますかこの方は、警察から連絡を受けましたか受け取られましたよね。愛国青年さんが告訴すると宣言しましたが、幼年なら、警察から連絡が来ないわけがないでしょう。それでも、この方は、愛国青年さんから訴えられても、YouTuber の活動、頑張ってらっしゃいますね。とにかく、告訴されても、 YouTuber はできる気がして、それでも少し安心です。ところでもし、外国青年さんが忙しく動いていて、韓国で日本人を告訴し、日本で韓国人を訴えたわけではないでしょうね。忙しく告訴勝利するのに、忙しそうで、心配で聞いているのです。まあ、よく告訴したと信じています。とにかく、誰を訴えたのかは、 ぜひ教えてください。2年4年後の連絡ならきっと忘れるでしょう。ところで、急に数年前に告発されたんだと、警察から連絡が来たら驚きますから。では、文章を続けて読んでみましょう。韓国人でありながら、韓国を切り下げながら日本を称える。親日ユーチューバーたち。そして！ そんな YouTuber たちに高額のお金を渡す喧嘩日本人を韓国、日本の両方で民事、刑事告訴を始めようとしています。叩いたのではなく真実や私の考えを言っただけですが、とにかく、わあ、愛国青年さん、素敵ですね。ところで、 文書がちょっとおかしくないですか先ほどの文書では、刑事告訴は終わったとおっしゃいましたが、今は、韓国、日本の両方で、民事、刑事告訴を始めようとしている。正確に、告訴したということですかこれからやるってことですか理解できないね。ええ。まあ、刑事告訴は、したというから。 したんですし、民事国層はこれからする。こういう意味ですかまあ、はい。このように理解します。ところで、非国層人が、新日 YouTuber たち、そんな YouTuber たちに、高額のお金を渡す喧嘩日本人たち。ああ、怖い。怖いのは怖いんだけど、 気になることがあります。新日 YouTuber の罪名は何ですか日本語を使った罪日本人の方々と操中した罪どんな罪名なのか教えていただかないと私も直せないんじゃないですか韓国の法体系が難しいのか、愛国青年さんの精神正解が難しいのかわかりません。とにかく、 国訴するとおっしゃったので。まあ、よくわかりました。ところで、私は一年前に告訴されたと聞いていますが、また訴えられるんですか悲しいですね。告訴された状態で、また告訴だなんて。罪名は、他の罪名ですか知りたいことが、たくさんあります。話が出たついでに、 高額のお金を渡す玄関日本人たちも国葬するとおっしゃいましたが、高額と玄関の基準を教えてください。正確に教えていただかないとでしょう。高額は約100万円くらいですか違うかな約1万円高額の基準を教えてください。そうしてこそ日本人の方々も 愛国青年さんから、訴えられないために金額を調整するんじゃないですか。ところで、逆に低い金額は大丈夫なんですか低い金額で何回も上げるのは大丈夫ですかあ、国葬すると言うから気になることが多いです。そして、変換日本人だとおっしゃいましたが、返還の記事も、 ちょっと明確に教えてください。どこから喧嘩という犯人に入りますか韓国人観光客に道案内してくれない日本人の方々韓国人に日本語を使う日本人の方々日本が嫌なら日本に来なければいいという日本人の方々僕とは竹島だと主張する日本人の方々もしかして、 自分にお金をくれない日本人の方々どこまでが喧嘩なのか基準を教えていただかないと日本人の方々も愛国青年さんから告訴されないように気をつけるんじゃないですか。次の文章を書くときはこの点を明確に書いてくださいますようにお願いいたします。では続けて読んでみましょう。現在 私は加害者たちに受けた精神的被害がとてもひどくて、脅迫までされている状況です。愛国青年さん、加害者は誰ですかもしかして、新日 YouTuber と日本人ですか私が知る限りでは違いますが、本人が直接作った映像、覚えていませんか 私は、軍隊で虐待、過酷行為を受けて、精神的障害を患うようになった人です。わずか、一年前の映像、覚えていませんか軍隊で得た病気だと、本人が直接作った映像です。一年前には軍隊で得たし、三年前には、新日 YouTuber からもらったのか。 私も、私が何を言っているのかわかりません。脅迫されているなんて、誰に何の脅迫を受けていますか日本人の方々が今後支援をしない、という脅迫ですか日本人の方々がこれからお金をくれない、という脅迫ですかこれが脅迫ですかそれは脅迫ではありません。 これくらいはできてこそ脅迫でしょう。死ぬとき、一生に、o ーグル。君たちの話も書く。本当に怖くないですか誰が書いたんですかって愛国青年さんが、o ーグルに。続けて読みます。韓国では、精神科、および、死、予防センターを、 通っていて、日本の精神科診療も受けています。ああ、肺炎ですね。早く回復してください。ところで、韓国で病院に通って、日本でも病院に通っているようですね。医療保険は大丈夫ですか医療保険に加入していないと、病院費がかなり高いはずなのに。ああ、 愛国青年さん、もし、お金持ちですか医療保険なしで、外国で病院に通うのは、本当にお金がないと、不可能なんですよ。そういえば、今回ここを進行する弁護人も、韓国で一番高い、金メンン弁護団を準備すると、本人が直接文を書きましたね。あ、はあ。愛国青年さんが、 お金持ちですね。知りませんでした。失礼しました。とにかく、韓国の病院、日本の病院、両方で診療を受けながら、早く回復してください。続けて読みます。コミュニティ皆さん、私を一度信じて助けてください。僕がこれからアップする、奥総長の資料を全部アップするので、 できるだけ多く一周化させてください。はい。私も、お手伝いします。一周化させればいいんですよね。微力ですが、一生懸命一周化させます。だから、愛国青年さんも約束の通り、国訴状の資料を全部アップしてください。正確には、国訴状の資料ではなく、国訴状を提出してください。 お待ちいたします。最後の文章を読んでみます。私が現在、加害者たちに3年間受けたいじめで、大きな病気になって治療に専念していますが、少し回復したら、北曹状況を皆さんに詳しくお伝えします。お願いいたします。加害者たちから、 三年間受けた、いじめ。三年なら、長いですね。どんなに大変だったのだろうか。でも、私の場合は、チャンネルを作って、まだ三年なっていないのに。もしかして、私は加害者ではないのですか違いますよね。きっと、私も告訴すると、おっしゃったので、こんがらがりますね。ところで、 3年間大きな病気になって治療に専念するということが、豚へまぶた治療に専念するという意味ではないでしょうか最近、豚へまぶたの手術をして、こんな英女もアップしているようですが、そして、14ヶ月前にはこんなに笑いながらライブストリーミングをしたのを覚えていませんか 응, 너보다 잘생겼지? 너보다 잘생겼으니까 돈 많은 이쁜 일본 여자랑 결혼하지? 너보다 너보다 내가 잘생기고 매력 있으니까 어? 돈 많고 얼굴 존나 이쁜 일본 여자랑 결혼하지 네. 너는 평생 집에서 딸이나 치세요. 어. 평생 죽을 때까지 일, 일본 여자 한 명도 못보셔서 결혼도 못 하는 게 나는 잘생겼으니까, 돈 많고 이쁜 일본 여자랑 결혼할게. 빠이빠이! 아리가또꼬우면 <laughs> 너도 잘생긴 남자로 태어나던가. 꼭 못생겨서 일본 여자 하나 못 꼬셔가지고 말이야. 아. 그럼 너도 하던가. 너도, 너도 성형을 하던가. 잘생긴 남자로 태어나던가. 러니까운은ここまでです네 <laughs> 文章はよく読みました。愛国青年さんが望む通り最大限一周化させようと、私もこのように映像を作るほど努力しているので、次に投稿するときはこの映像リンクも一緒にアップロードしてください。裁判官、映像はどうでしたか誤解しないでください。映像最初にいたように、私がこのように、 愛国青年さんに対する映像を作る理由は愛国青年さんが望むからです。愛国青年さんは数多くの YouTuber たちが本人に対して映像制作してくれることについてありがとうと感じています。過去、私が映像をアップした時も愛国青年さんがこんなにありがとうとコミュニティに文まで書いたんじゃないですか。 購読者200万人の YouTuber が映像をアップする際にも、タイトルからもわかるように笑っています。日本語で楽しいという意味です。ところで裁判官、私たちが会うかどうかはわかりませんが、もし会うことになったら、私も一つ聞いてみたいです。もし、そもそも死断金を目的に、 告訴するのは地味ですか違いますか愛国青年さんは3年前に韓国ネットでこんな質問をしていました。師団金目的で告訴してもいいのかと。悪いコメントを誘う映像を取ってアップし、コメントで悪口を言う人たちを全部告訴して、その人たちから師団金をもらえばいいんじゃないかと。 もしかして、愛国青年さん、そもそも、あなたの国葬の目的はこの映像が気に入ったり、次の映像が気になる方は、ぜひ、いいねボタンと、チャンネル登録、アラーム設定まで、お願いいたします。皆さんが、チャンネルに登録してくだされば、多くの人へ、真実が届きます。ご視聴、ありがとうございました。